皆さんこんにちは、しだれ TV 石井亮介です。今日はこれ、今日はこれここから走っていっちゃったって、ほらなんかこういう感じどっかにあるでしょ。それだとちょっとマークさんっぽくなるからぶっ飛びスプーンかなこれ、うん、オンオフフェアウェアアームズクロと言います。フェアウェットです。完璧。前々作がチタンフェアウッドでめちゃめちゃ飛んで、はい、なかなかのヒット作になったんですね、はい、片山慎吾プロとか使って、はい、で前作も僕ら試打したんだけど結構飛んだんだよね、はい、全フェアウェイウッドの集計をしたら何位ぐらいだった？いや1位か2位、1位2位ぐらいだったよね。一番飛んだのがねこの小野袋だったんですよ。なので期待大のスプーンでございます。で3番ね、はいはいはい、シャフトが CBT662F、純正シャフトです。前回も純正シャフトだったしね。なんかでもこうポンと置いた感じ、ペタッとしてこういいですね。そう、シャローな感じですね。あれ今回チタンじゃないんだよ。今回チタンじゃないみたいよ。マレージングフェイス。なんか打感がねちょっと重めな感じがする。そういう素材かな。自分の体力よりも柔らかくて軽いシャフト使うとですね、ああいう球が出やすくなります。ちょっとね打感的にはやっぱ弾き感の方が強いかなと思いますけど、ちょっと乾いた。固めの打感だけどキーンっていう弾いた音がちょっと柔らかめのキーンって音がするんで、耳から入ってくる音は少し柔らかめで手に伝わってるのは結構ゴツッと固めな感じがしてちょっと面白い感じです。古着屋の RS5 に似てたりします？ RS5 の感じに似てますけど RS5 の方が、フェースがもうちょっと薄っぺらい感じがして、こちらの方がもうちょっとフェースの肉厚感を感じます。下目で打つと結構ちょっと硬いですよね。まあでもオノフっぽいっちゃオノフっぽい。うん。てかスピンが少ないですよ。ボールが浮かせられない。音がやっぱねちょっと違う。やっぱチタンとマレージングで音違うのかなと思わせるようななんか音の違いがあります。ちょっと重め。これネガティブな要素になっちゃうのかな。置いた瞬間、まあ、ヘッドこれが全部真っ黒に見えるのであんまりロフトが見えないっていうのがあってなんかちょっと浮かなそうな雰囲気はちょっと感じてるんですけど、打ってみるとまあ上がるんですけど、いやスピンがねちょっと少なめなんですよ。なんかさっきからこうごめんなさい浮かせに行っちゃってる自分がいるので、今のは浮かせに行きましたよね、はい、ちょっと開いてちょいカット目、うん、浮かさなくていいなら浮かさなくていいでいきましょうか。そのまんま打つとああいう感じになりそうですよ。これシャフトからちょっと動いてる感じありますね。ちょっと捕まり目、軽いドロー目って球になりやすそうだなって思いながら。ちょっとゆっくりいってみましょうか。対象ゴルファーに合わせて。対象ゴルファーはどれぐらいですか。わかりませんけど。ドライバーで42、3なので。スプーンだとどうでしょう、39とか40ぐらいでしょうかね。ヘッドスピードを落としたら打感が良くなる恒例ですよ。うん、いい打感。でもスピンはちょっと少ないのかな。ちょっと棒玉っぽい、前に行く前に行く、そんな感じです。開いて当たってるのに3000いってないもんね。ナイスボール、うまい。もうヘッドスピードもちょうどいい。まあ初速も出るし前に行く感じはすごいするんですけど、あ、これは理想ですね。今なんかやったんですか、細工別にしないですか。なんとなくこのシャフトに慣れてきた感じが。はいはいはい。この球が出ると最高でしょう。うん、ただやっぱちょっとこう球が強い、ちょっとまあネガティブに言えば浮きづらさも若干感じるので、でもそれをこう意識しすぎると今度浮くんで、ちょっと今その辺に四苦八苦してます。これはきっとあんまり浮かそうとかしないで、ちょっと横からライナーな感じで打ってあげると、シャフトもすごい素直に動くのかもしれない。ちょっとティーアップしてみたらどうですか。はい、じゃあちょっとこれ打ったらなんか分かった気がする。上手だ。分かった気がする。ちょっとこう弾丸ライナーっぽく入れていくイメージ、ちょっと横から入れてあげるイメージの方が、浮かそうとかしないでクラブを信じてあげたら、すごいこう今仕事をし始めました。これはいいじゃないですか。ちょっと巻いたけどさ、捕まるの捕まるの。そう、少し捕まる雰囲気が入るんで、だから球が浮かない気がしちゃうんですよ。重心が浅いのかな、右と左がちょっと出るね。だから重い球がドライバーみたいな球。まあ本当ドライバーですよね。40の人のドライバーって感じがします。ショットに打つんだったらすごいいいんじゃないですか。うん、スピンも入るしね、高さも出るしね。じゃあ石座のためにちょっと飛ばせるスペックを用意したんでちょっとだけ振ってみましょうか。はい、ちょっと見せてください。黒いベンタス 7X 僕この間自分のフェアウェイウッド青いのに入れ替えちゃったんだよな。これはちょっと気合が、石井さんといえども気合が必要なんじゃないでしょうか。頑張ります。あれ、ちょっともう一回それ見せてもらっていいですか。ちなみにね、ヘッド体積 156cc なんです。ちっちゃいの意外と。どうした、多分こっちが若干かぶって感じるんだと思います。横田さんみたいなこと言って、いや、どうしてもこう低いローフックしか出ないイメージが出てて、こっちだとそんなになってないです。これで0度ぐらいなのかもしれない。頑張って振っちゃったら巻いちゃった。黒です。黒の 7X。僕が使ってた黒の 7X のエピックスピードが捕まらないイメージが強かったのでうわー、すごい。やっぱりヘッドとしては僕の中の判断材料がやっぱエピックスピードで同じシャフトを組んでたので、それと比べれば割と捕まえてくれるのかなっていう感じはします。上がっちゃったね。もっと飛んでほしいね、あー、スピン入るよ。スピン入るんだね、昔はね、三段ロケットって言ってこうふわんふわんふわんってこう、これなんかもったいない、キャリーとトドラが一緒です。そうだね20ヤードぐらい転がってますかねうわあ、打感がなんかああなりそうな。ダウンが硬い。あ、打ってる方に柔らかいですよ。そんなに言うほどかぶってないでしょ、うん、だけど引っかかっちゃってるでしょ、フェイストゥーパスはね、むしろ右。ちょっと捕まんない。完璧。ちょっとやっぱつかまり系なのかなっていうふうに言わざるを得ないかな。ドライバーももともと最初ちょっと捕まるなっていう雰囲気から始まってるので、まあ、全体的に捕まるか捕まらないかで言えば捕まり側の方に、まあ、割とニュートラルに近いけどちょっと捕まる側かな。おー、すごいロースピン厚めに入った。あ、でもちょっと当たり悪いかな。上目石井さんが捕まるっていうから、じゃあウェイトで調節してみる。はい。今まではヒール 7g と 4g だったのを逆にしました。なので捕まりはちょっと抑えられるんじゃないかと思われます。結構めちゃめちゃだから重量的には大きな変化が あると。さっきだって 3g ね足したり引いたりしたらこんなにって言ってましたから、案の定こういうちょっとはベンタスブラックしなってくれるんじゃない？面白いね、ゴルフクラブね。いや、今度、うん、ちょっと落ちたね。重たいね。うわっていう。大丈夫、2、3発打ってたら慣れるから。いや、重力を感じましたね。ちょっと違うかな。スピン2200だよ。今、すげえ熱かった。あれ捕まっちゃった。パスがほぼストレートなんですよ、はい、難しいですね、なかなかね。割と今のも芯だと思うんですよ、やっぱヘッドがやっぱ捕まる、まあある意味シダってこういうものでしょっていうね。ちょっと小ぶりもあるのかな。まあでも本当最初の印象からしてやっぱりまあ捕まんないヘッドじゃないんだとは思うんですよ。でそれ辺はほらこう味付けの濃さ薄さはそれぞれの好み等々あると思うんですけど、ちょっと下目かな。すっごいフェットは帰んないように気使って打ったんですけど、すごいじゃない。じゃあ最後にいい球打って終わりにしましょうか、はい、というわけで、はい、ノーマルのスプーンに戻しました、最後にいい球打って終わろうじゃないか。あると思うんですけど。ナイスボールです。はい。では感想をちょっと述べていただけますか。これスピンがね入るのか入らないのかちょっと取材結果だけだと判別できなかったんですけど、どっちなんでしょうか。打っててまずとにかく感じるのは、まあちょっと捕まり入ってローボール系でこう距離稼ぐなっていう一面と。で構えた感じもそう見えるので、それに対してこう反応するとちょっと開き目に入れてしまうので、高さが出るなっていう両方が今僕の中でこうあって、いろいろ悩んではいるんですけど、ああなるほどなるほど。浅いかどうかってまあ深くはないだろうなっていうところ、真ん中なのかちょっと浅いのか。つまり普通に自然に打つと低いロードローっぽい球になるから。はい、それでスピンも減ってて、はい、でちょっと合わせていい球を打とうかなと思うとちょっとスピン入り目に、はい、まあ開くっていうと大げさだけどちょっとこうスピン多めに入ってるっていう、ね、なってしまったのが今現状、はいはい、素直なところかなと思っています。じゃあフィッティングをうまくやってですね、でウェイトも変えられるので。それでその頃合いをこう見極めるのがいいんじゃないでしょうかね。どういうこう味付けで仕上げるかだとは思うんですけど、あとはまあ前作のそのまんまの光景って思っていいのかな、ちょっと系統が違うのかなって気がするので、前作はティーショットでもこうガンガン使う、で2打目もスプーンとしてガンガン使う距離稼ぐ系っていう感じがしたんですよね。チタンのやつで、それこそ片山プロが日本オープンかなんか狭山かなんかの時に、はい、ドライバー抜いてね、あれでこう打ちまくった記憶があるんですけど、うん、あれとは300近く飛んでたからね。そう、あれとはちょっと違うかなと思っていて、いわゆるまあフェアウェイウッドに重点を置いてる方のフェアウェイウッドらしいフェアウェイウッドかなっていう感じはします。なるほどなるほど、はい、要はサブドライバー的な使い方をする方の前回の前作の感じではないなっていうところですね。なるほど。で普通にフェアウェイウッドだと思ったら3番ウッドとして、まあ、距離稼ぎやすい、強い球も打てる、まあ、ちょっと細工もできるっていう感じがするので、で、まあ、割とこうガーベラとかで球がこう浮かなかったり右行っちゃうなんていう方には、まあ、そこはパチッとはまるかなっていう感じはするんですけど。なるほど、ありがとうございました。はい。